プリア級はイタリア海軍の早々期の戦艦。本級は仮想的国フランス海軍が増強し続ける装甲艦勢への対抗艦として建造された艦である。1879年にアクトン海将が就任した後、1880年に主砲港市中の装甲艦、カイオドゥイリオ級、カイオドゥイリオで後部主砲の爆発事故が起きた。この時、 世論への定裁を持つためにアクトーンは、前職者のベネデット・ブリンの海軍政策を批判し、建造費削減と資材節約のために今後建造する戦艦の要求性能は、排水量1万トン台で、速力15ノット程度に定めた。これに基づいて1880年度海軍整備計画で、建造されたのが本級である。本級の造船監督はジュゼッペ・ミケリが担当し、 一隻あたりの建造費は全球一隻の約66本。本級の基本設計は、カイオデリオ級をタイプシップにとり、改良型として手堅くまとめた。船体形状は、水面から還元までが低い平ら甲板型船体を採用した。水面下に、昇格のついた艦首から左右の幅の狭い、船首老状に15.3センチメートル砲が棒立てのついた、 単層砲がで一機、監視下限側に、全部グースネック式クレーンが一機配置された。選手楼の端部に、箱型の操打環境が設けられ、背後に全部一本円突が立ち、選手楼は終了している。そこの後ろの中央部看板上に、本級の手法である、アームストロング43.1センチメートルライフル砲2機を収めた一番の砲塔を、右限側に一気を配置し、 船体中央部に頂上部と中段部に見張り所を設けたミリタリーマストが一本立ち、その背後の左舷側に二番路砲塔を配置した。二番手砲塔の後方から左右の狭い上部、構造物が設けられ、最前部に二番煙突が立つ。船体中央部に手砲塔があるために、船首楼と後部構造物の連絡のために一番煙突の中段から、 ミリタリーマストの基部を通って2万円突の中段まで走るフライングデッキが設けられた。後部構造物の完備側に 15.3cm 単装砲が、後ろ向きに1機、完備甲板状の右舷側に、後部グースネック式クレーン1機が配置された。本級の手法は前級と後継の変わらない、アームスロング射精、アームスロング 43.1cm5 装填式砲を採用した。 この砲は一門あたりの重量が105トンもする巨砲であった。この砲を炉砲塔に収めた、砲身と装填機構を守る断片防御程度の棒立てが被せられた。砲弾と装薬の装填機構は、砲賀の後部にあり、装填する際は最大行角をかけて汚染部から装填する。このため、発射速度は5分間に1発程度であった。 カステラマーレ造船所で1881年8月3日、寄港、1884年8月9日、浸水、1888年2月1日浸港。1909年11月11日に、除石解体処分。ラスペチア造船所で1882年1月7日、寄港、1885年11月21日浸水。 1891年5月16日、春千1911年5月25日に、除籍解体処分。ベネツヤ造船所で1881年12月4日、千八1885年7月30日浸水。1889年8月21日、春工。1909年8月3日に除籍解体処分。ありがとうございます。